人類は花粉には勝てない。どうも、ミストです。本日はですね、海道高校に投手サクセスやっていきたいと思います。ですね、今回はね、アフレコ実況でお送りするんですけども、前回野手のね、サクセスをやったので、今回は投手でやってみようという形になっております。でね、のごろくん50。新のごろくん50を使ってジャイロフォークを持ったね、なんかかっこいいピッチャー作れたらなと思います。で、持ち込みが、招きとカロリーバーですね。はい。今回、盆栽です。やっていきたいと思います。前回はね、たまたまね、持ち込んだら千丸ついてくれたんで、まあ、そこそこの選手作れましたけども、今回はどのような選手ができるのでしょうか。ぜひ最後まで楽しんでいってください。はい。で、今回のデッキのキーマンは天城ですね。何ヶ月ぶり、何年ぶりに使うかって話なんですけども、まあ、精神ポイントがおそらく不足するだろうということで、うん。前部屋ね、ちょっとパンパンになっちゃったんで、後イベの、メンタルキャラってなった時に、まあ、天城しかいなかったんで、まあ、そこを連れていこうかなって思った次第でございます。まあ、コツもね、優秀で、うん。金とも雲もありかし成功するんで、うん。まあ、ハイスピンジャイロ、剣、ジャイロフォークを持ったね、かっこいいピッチャーが作れたらなという、まあ、自分の中のね、理想もありましたね。うん。いやー、ジャイロフォークねー、まあこれ裏話なんですけども、全然ゴロの金徳イベント成功しないっすよね。もうそれがね、本当にこの動画を撮影するに当たるにあたってね、非常に苦戦しましたね。うん。まあ上がってるってことはね、もうサムネ見ていただいたらわかると思うんですけども、ジャイロフォークは見事に習得しております。まああとはどうなったかっていうのをね、見てもらったらなと思いますね。まあカイドウ投手は、まあ、どうなんだろうね。やってて普通にね、ポイントはガポガポ稼げるなって感じですね。うん。まあ、今回、アヘ編ってわけじゃないんでね、球速のゴロ、メンタルの天城というふうに編成してるんで、アヘ編ってわけじゃないのに、まあ、結構ね、点も出たんで、これちょっとね、やり込む要素は、野手よりかはあるのかなってちょっと思っちゃいますね。野手はやっぱり、円卓でいいやってなっちゃうじゃないですか。でけど、投手はね、今、名教だったり、まあ、ダンジョンもそうですけど、いろんな高校で可能性があるんでね、このカイドウでね、エース更新なんていうのも全然可能だと思うんでね、うん。まあ、ぜひ見ていってください。西谷がね、ちょっと暴走してますね。はい。この黄色い線は、体力をキープするためにやったって感じですね。で、このスタミナのね、最初の3回の練習がだいぶ神ってましたね。角田がいるし、3週連続イベントも起こせる。うん。素晴らしい。ただ、このイベントはそこまで強くないやつが来ましたね。うん、ただ、序盤のね、この、彼女評価10とチューメント評価10は、だいぶでかいですね。うん。なんで、セク1はガンガン3週連続練習イベントを、狙っていくっていうのを心がけておりましたと。ちょっと今日はトークにキレがないな。うん。切れ三角ですが、やっていきたいと思います。というのもね、これアフレコ、本当はしなくてよかったんですよ。普通に撮ってたんですよ、実況しながら。そしたらもうパソコンが落ちまして、もう撮ってたね、音声が全部飛ぶっていうね。もう、眼内してますが、まあ、サクセスはなかなか良いものができたんで、まあ、テンション復活、みなぎる活力という中でやっていきたいと思います。で、早くも角田の骨格が来ると。さすが招き猫といった感じですね。であとすいません。ちょっとね、今家のね、外で工事が行われてまして、ちょっとトンカチの音だったりね、武田工務店の音とかすると思うんですけども、ちょっとこのところご了承ください。はい。初期値どうだったっけ？初期値はまあまあだった気がするんだよな。うん。いやーね。ちょっとね、私も投手はね、やり込もうと思いましたよ。うん。いや、いきなりこういう3択とか来るからね、びっくりするよね。しかも阿久津が入ってるっていう、地味に。地味にね、力を貸してくれる阿久津くん。未だに名前がわかんないんですけどね。さあ。まあ、変化球練習をね、上げるっていうのも大事ですね。うん。練習レベルが上がるにつれ、まあね、入ってくるポイントも全然ね、変わってくるんで。まあ、あとは、ポイントとしては、伸び骨を天城とも一応ゴロも所持してるんですけど、あの金徳からね、
あの得度の数からもらうっていうのはほぼ不可能に近いんで、ちょっと天城くんが伸びくれるかっていうのも今回のね、キーポイントになってくるかなと思います。はい。で、これは、ね、見てもらったらわかると思うんですけど、変化球を取得し忘れてしまったので、真ん中選ぶとね、変化量が伸びることがあるんですけど、今回は体力回復をね、しぶしぶ選ぼうというところで悩んでおりますね。うん。この辺とかすげえテンション高く実況してたのに、まあね、それが全部消えてしまったという感じですね。体力ないんで、一番下選んで、まあ精神ポイントと、体力をもらおうっていうのを悩んでたけど、長いな。まあゲームイーズをね、この時多分調べてたと思うんですけど、もっとゲームイーズさんなしでは生きていけない、パワープロができない、そんなね、体質になってしまっております。はい。さあ、そろそろ選択をする時だと思います。はい。これはでも全然強いけどね。このイベント来てくれたのはありがたいです。本当に精神ポイントがね、足りないってのは分かってることなので、うん。さあ、ここもダブルタックを踏んでいく。はい。まだね、カイドウのね、高校イベントとかを全部ね、把握できてないんでね、うん、ちょっともう、ファミ通さんとか調べるんじゃなくて、もう一回アニメ見返そうかなって感じですね。アニメを見返して、あ、こういう時ゴロをこうしてたな、みたいなところを考えながらやるのも楽しいのかなともちょっと思ったりしております。はい。まあ、やっぱりね、メジャーファンからしたらやっぱり、リトル時代、そして中学、高校、メジャーとね、どれが好きかっていうのもね、非常にね、討論するところだと思うんですけど、私やっぱ高校ですかね、うん。やっぱりこの海道高校、まあ、青州学園の、まあ、五郎のね、生き様が好きでしたね。うん。いやー、という中で、セクイチェ1800出てましたね。これね、ちょっと、多少驚愕してたんですけど、まあまあ、アフレコというところで、華麗にスルーしましたが。まあ、スタミナなんですよね、天城の。二つ目の得意練習が。まあ、ここはランダムで振り分けられるんですけど、これスタミナだったのはちょっと痛かったですね。天下だったら激アツだったんですけど、まあ技術ボーナスが乗らないスタミナ練習だとね、あの牧の良さが発揮できないというところがね、ちょっと悔しかったですね。はい。で、ここの虹谷は、まあ、根骨を早めに抑えたいというのはありますね。うん。さあ、ここで休むのか、デート行くのか悩んでおりますが、メントル行きましたね。で、iPhone が急に重くなると。いうね、怪現象が起こりつつ、キレがダブルという。これマジ呪われたのかと思ったわ、今の。はい。で、角田は回復の一歩前のやつですね。さあ、天城のね、見てもらったらわかるんですけど、スタミナ練習出現率がね、半端なかったです、今回。おかげでスタミナもちょっと上げれたっていうのはあるんですけども、まあ、もうちょっとね、本当にね、先にちょっと伸ばせたんですよ。うん、噛み合えば。ただ、天城が本当に必要かなっていうのはね、ちょっと皆さんのご意見は本当に聞きたいなと思っておりますね。はい。で、友沢の選択肢も回復と精神ポイントを選んでいきます。はい、ありがとう。ほら、もうまたスタミナに天城いるしね。半端ないよね。さあ、コツを潰していくと思いきや、変化練習に行くと。さあ、早くも3ですね。いい感じです。うん。まあ、天城がね、変化依存ということで、まあ、多少はね、変化球、というか変化量を上げていかないと、金得失敗につながってしまうんでね、そこは考えていきたいところでございます。で、ゴロが今回変化のタックなんですよね。そこもちょっとずれてますよね。筋力ボーナスが乗るなら攻めて、てか、投手のサクセスで筋力も乗るのってマジで球速とスタミナしかないということに今気づいていく。だったら、そっか、まあ変化で良かったかなとも思えますね。うん、ただのタック4位、スペシャルタックボーナスがあるだけで、効力を発揮してくれるだけで、まあありがたいですね。うん。友沢くんはね、今回結構フル稼働してくれたかな。うん、まあ、このようにポーカーフェイスをくれちゃうお茶目な一面もあるんですけど。うん。まあ、これはね、一番上を選んで、急速ポイントが、急速ポイントでね、急速が上がりますね。
で、サボり癖を回避していく。この回復、地味に美味しかったですね。このサボり癖の回復。このままクリスマスにね、Here we go できるんで、ベッドインできるんでね、なかなかいい感じだと思います。やっていきます。さあ、脱三振か、コンコツ。もらっていく、脱三振の方。で、ここポイントなんですけど、ツナダに関しては、3週連続イベントの評価ガンガン上がるんで、体力ないときはもう一番下でもうがっぽり体力もらっちゃいましょう。これ90くらい入るんで、確か。はい、このように。なんでね、まあまあまあ、体力あるってときはもう一番上で評価も同時に上げちゃっていいと思うんですけども、ないときは全然下で OK だと思います。お守りなんて関係ないといったところで、これもブレイクする時ですね。いい感じ。うん、セク1からセク2に関してはポイントかなり稼げてるかなと思います。はい。何を迷ってるんですかね、これは。もう速攻で押してもらって構わないんですけど、やっぱりね、実況しながらね、パワープルやってるとね、何かが抜けちゃうんですよ。本当にこれでいいのかなとか、すごい慎重になっちゃうところがね、やっぱり、私良くないところなのかなと思いますね。時にはもう思いっきり言ったり、普段通りのことを瞬時にこなすってのも大事かなと思ってますね。そして大吉からの、角とか切れる、もうこれって台無しですよ。やる気が台無し。評価下がる分にはいいですけど、これやる気2段階落ちますからね。本当にもう、これだから月末の女って言われるんだよっていう中で、急速タック。どうするんだ、これは。考えてますね。まあ、ここは3週連続を取りましたね。うん、何が来るか。さあ、野球しようよ。パープロンタイトルにもある通り、ここは下を選んでね、ポイント多くもらっていきます。人気もらはいらないんでね。で、友沢のね、この神タイミング回復イベント。ありがたい。そして、そして、練習が渋い。これはもうデートだったっけ？確か。そうだよね。過去の俺とシンクロしていく。朝から何も食べてないせいで、空腹絶頂ですけど、頑張っていきたいと思います。さあ、マギのヒントゲームで1回目ですね。夜の街に繰り出し、カラオケで何を歌うのか。はい。まあ、やる気アップということでありがとうございます。やる気が一気に戻りましたね。さあ、またもよくスタミナが光ってるってことは、マギですね。このマギのスタミナ率、半端ないです。素直にスタミナ練習に確かこういった気がする。で、神楽のコツを確実に抑えたい。尻上がりあたりは欲しいぞ。さあ、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 さあ。何が来るのか。打たれが来ましたね。うん、かなり渋い。もう甘木やばいっしょ、これ。こういうところで甘木目立ってるからね、今回。スタミナもなら上がるし。友沢は成功していく。この体力では珍しい。で、セクニの経験点が約4000点。かなり出てんじゃないか、これは。な、免許とかだったらもう全然話にならないですけどね。うん、免許だったらもう5、6000とか出ちゃう時あるんで。さあ、溢れこしながらも、トイレに行きたくなるという、やばい状況に陥りましたね、今。どうしよう。あと30分我慢しなきゃいけない。さあ、これはスタミナ練習を通していく。メモさんシャッフル発動。で、ゴロから、対強打者。ここでね、ここで伸びとかね、根性骨とか来たら熱かったんですけどね。さあ、バレンタインで回復します。はい。技術ポイントが、半端ないことになってますね。やっぱり見ていただく通り、精神ポイントは圧倒的に足りてないのがお分かりいただけると思います。お分かりいただけただろうか。ということでね。うん。さあさあさあ、うお、この計測は強い。ブレイクスルーしましたね。ここはいい判断だと思います。ブレイクスルーはもうダブルタックルしていいと思うんだよね、私。うん、ガンガン狙っていってるって感じですね。はい。
さあ合宿が始まります。合宿前のひとときを何をして過ごすのか。おっとコントロールにたくさん人がいますね。ただこれはさすがにデートですね。合宿前なんで練習レベルもググって上がるんで、そこでやっぱりタッグを重ねていきたい。はいよ。さあバカレガイタッグを期待しつつ頑張っていこう。これはまあ天城かな。天城の伸び骨狙いで仕掛けていきたいと思ってるだけ。あらい、さあ何が来る。一緒に練習マン、ありがとうございます。まあ、一緒に練習でも精神入るんでね、美味しいんですけどね。さあ心臓破りの坂を駆け上らない、下っていく。そんな中ダブルタックが来るんですね。これやる気落とされたのがちょっと痛い。さあここでね、ポンコツが欲しい。はい、カグラ。ただ弾落ちないっす。というね。なんとも言えない結果でしたが。変化タックを結構踏めてるのはいいですね。変化3人しかいない割には。さあ、来ました。このターニングポイント。カロリーバーで挽回していく。こんな時のためのカロリーバーですよ。阿久津がね、いい味出してるんですね、今回。はい、キャッチボールをこなしていく。はい、これは大文字焼きですね、確か名前は。 OK で練習が一気に渋くなったので、メンタルで薬師寺の評価を上げていく。はい、回復ありがとう。でゴロ来ました。次が成功失敗判定ですね。まあ、ここまで急速上げてれば、大丈夫だろうというね。元いましたが、うん。やっぱり、テイクを重ねたときは、140ないときはもう全失敗でしたね。うん。で、150がボーダーになるのかなと思いますね、ゴローは。で、変に急速コツ持ちのアーサーとかを入れて、なんか、急速コツ取るまで急速上げないみたいなことしちゃうと、もうもたもたしてるとね、ゴロのイベントが走って失敗みたいなことになるんで、もうそこはもう割り切ってね、行った方がいいと思いますね。さあ、謎スタミナダブル、市原と行くのか？ムービングファーストのコツがくれよ、市原。さあ、ここは、コンコツ1点狙い。来るか来るか来るか来るー。そして天城2回目。ここも怖いぞ。で、伝染する投手。さあ、伝染病になるのか。なりましたね。ありがとうございます。でもって、コントロールが上げていく。さあ、接種ポイントがないぞ。またスタミナ。まあ、これはデートかな？だろうね。早くも5回目のデートを消化したいところにからデート！いつものありがとうございます。で、回復の追い打ち。まあ、これは悪くないですね。一回中心。ジャイロフォークをスタジアムに投げまくってやるという中で、これデートでね、ストイックゲージがなくなったことによってブレイクスルーできないという悲しみの中、トリプルタックを行っていく。さあ、このイベントとかわかんないんだけど適当にやられました。そしたら失敗しました。ありがとうございます。そしてカグラが完走。どうも。うん。お、これは、まあ、甘木か、これは、さすがに。そうだよね。伸び骨。伸び骨。伸び骨。という感じでね、全然くれないんですよ。で、ニタリが完走。おお、いい顔してるよ。
これは成功フラグですね。ありがとうございます。セクさん終わりました。6500点。まあまあじゃないか？まあまあだと思う。勝手に思ってる。そして、精神ポイントマジでないよな。今見返してますけども。精神くれる投資家って誰がいるんだろうね。まあ、カオルでもいいと思うんだけど、前上がね、余裕ないんですよ。しかも、カオル入れるとまた復活で精神使うっていうね。もう、悪循環ですね。まあ、単純に私はカオル持ってないってのもあるんですけど、だからカオル入れて、神楽坂抜いて、変化の枠にナルミとか入れてもらえれば、全然活用できますね。さあ、ジャイロ回転について、聞いていくよ。ゴー！おし！ということでね。まあ、皆さんもご存知だと思うんですけども。さあ。あとは甘木を残すのみとなりました。強い。ゴロウとのダブルタック。これはまあ、ブレイクスを使いますね。これもっと精神にボーナス乗ってもいいと思うんだけどなぁ、という愚痴を言いながら、踏みます。お！いやー、もう2択外すんだよな、ここで。そして甘木は、コークスクリュー決めていく。かなりでしたね、しかも。これはありがたい。金徳は、オール成功で終わりました。まあ、盆栽じゃなかったらそこそこいい選手今回作れたのかなって思いますね。で、私は結構このデッキ気に入ってるんで、天城はちょっと次回も使いたいなというふうには思ってますが、メンタルポイントをどう稼いでいくかってのは考えていかなきゃいけませんね。さあ、外す人としては友沢かな？ランダ戦の中、送り込まれる俺、無難にね、ここは切り抜けましょう。まあ、ゴロウがいればね、負けてもあのタイブにはならないんで大丈夫です。さあ、これは上でね、無難にポイントもらいます。おっと、この急速ダブル、カロリバーを使っていく。これは迷わず行きましたね。なんで他の練習見るんだよ、使ったのに。やっぱゴローのね、筋力ボーナスはえぐいものがありますね。ダブルタックの経験点ではない。さあ、回復ありがたい友沢くん。だ、これあるから友沢ね、あんま外したくないんだよね。回復がね、非常にいいところで来るんだよ。で、ジャイロフォークをもらっていく。よし。これ変化をジャイロフォークに触れますね。さあ。お、メンタルタックいいんじゃない？さあ、これ伸びくれ。マジでくれ。本当にくれ。死ぬ気でくれ。そう思ってました、私。来い！こー。これ一番やっちゃいけないやつね。一番やっちゃいけないのやったよね。さあ、ゴロウからもう一部の望みがあるが、この金徳の数を見て絶望していく。金徳11個あるんだ。今、パッと数えましたけど。まあ、逃げ玉とか潰してもよかったかもしれないけどね、この技術の余り方なら。さあ、行くのか？悩んでるぞ。ここは悩むところなのか。行った！さあ、ポイントの闇を回避できない。
サマギの福井目ですね。こちらは評価上がってない時は上選ぶんですけども、上がってるんで真ん中を選んでポイント取っていきます。さあ、プールでギャルを見ながら、私も、やめよう。おっと、ここでモッブのダブルタック。モッブのダブルタック行くのか？これにブレイクスルーをするのか？どうなんだ？ここも悩んでますね。確かにモブのブレイクスルーはね、確かそこは伸びなかったはずなんだが、しちゃっていく。まあ、敏捷ポイントを稼げるってのも、まあ、魅力の一つではあるんですが、この判断が、どんな結末を結末を誘うのか。さあ、この回復も、かみっていく。いや、コーチもいい。そして回復連鎖。いやー。回復ドロップから回復ドロップが消えましたね。パズドラで言うと。回復の十字消しを決めていく。さあね、実は寝起きでめちゃめちゃ眠いのが多分何言ってるかわかんないこの実況でバレたと思います。うん。もうすぐ練習試合ですね。さあ、モブと守備タッグを組んで、これは3週連続イベント狙ってますね。サイドバッターありがとう。そして、おー、いいところにいる。いいところにいる、ゴロ。ただ、この 19% 通すことができるのか。そんな力が私あるのか。ないのか。さあ、来ました、ネオモ3式。シャッフル守備練習決めていく。OK, OK. OK じゃねえわ。コツくれよっていうね。突っ込みしながら、おっと、これはかなり強いイベントだぞ。成功すれば回復もある。そんな中、薬師寺が通していく。ただ技術ポイントじゃなくて精神ポイントが欲しかったところ。はい。すごいな。村上と守備タッグを組める。この喜び。さあ、最後は空手なしと。さあ、尊重していくよ。尊重していくよ。ありがとう。はい。今回はピンチャンで参ります。ちょっとチャットで動画として残したいので。いや、でも今もとカイドウなら負けねえんじゃないっていうね、思っちゃうんですよね。まあ、またね、当初の動画はね、出していきたいと思ってるんで、その時はガチでやっていきたいと思ってますよ。で、試合は2倍速でお送りします。はい。ジャイロフォークをね、ぜひ見てもらいたいんで、最後のね、決勝、甲子園決勝だけはノーカットでお送りしたいと思います。いいね。まあ、コールド狙いのバッティングを心がけていきます。うい。やーべボーイ。さあ、引っ張って、切れて。流す。はい、結局9回まで投げるんかーいってなりそうですね。はい。こんな倍速にしても時間かかるんだ。ぶっちゃけサクセスのこういう試合とか見ててどう思います？サクッとじゃなかったら別に流す必要ないっすよね。どうせ勝つんだもん。勝つ未来しかないんだもの。というね、言葉があると思うんですけども。やばいな、寝起きでやばいな。もう一眠りしたいほど眠いな。ただね、編集もして、サムネも作ってあげるまでが動画投稿者です。遠足みたいな言い方しましたけど。
まあここはレンタルですね。まあ甲子園でね、ブレイクスルーすると金とかもらえるんで、そこは心がけていきたいですよね。さて、整いました。ここはポーカーフェイスを潰した友澤くんに行きます。いやーもう余計な金婚観光、お前精神ポイント10でもでかいんだぞ。はい。古代のマンモス割れてこないかな。さあ、まあ、S にしてあれだからね、全然足りてないよね。OK、ってか単純に考えて打線がやばいわ。薬師寺、友澤、トシ君とかね、このクリーンアップ最強でしょ。さあ、謎セーフティーバント、デッドフォーク、ストレート、スラブ、ストレート、オッケー、スラップ、スレイクス、ジェルフォーク、おっと、とろみを刺しに行く、さあ、やめろだ、惜しくも綺麗、今度は仕留める、で、ここで攻撃終わんないのが珍しいですね、トシ君がとろみを刺す、スライダー、スライダー、ジャイルフォーク。ジャイルフォークやばいわ、マジで。かなり手を抜いて投げてますね。これはナメプ。投げ方がナメプ。どう、丁寧になって、丁寧になって、丁寧になったところ打たれる。やっぱり強気な姿勢が良かったみたいですね。さあ、ここも悩むよな。守備いったか。五郎と真珠、まあもう実は対強打者以外くれない。さあさあさあ、ここはもうメンタルしかないですね。これでブレイクスルーゲージがおそらくマックスになると思われます。なんでこれ眠いんだろう。まあ、寝不足ってのはあるんですけどね。寝不足というかね、寝つけないっていうのもあるんですよね。もう花粉でね、目が痒いってのもありますし、まあ体質上のこともありますし、もうね、春はね、心機一転するいい季節なんですけどね。もういろいろとね、私にとってはね、もう厳しい季節ですね。この打線やばいよね。サクッとでこれ勝てたな。そう、いやただね、勝てなかったらもうおしまいなんで。もっと倍速上げてもよかったかもな。まあでもギリ投球が見れるちょうどいいラインか。はい、
はい、はいと。ジャイロフォークをあえて投げないでいたが、最後はジャイロフォーク。テンポいいね、いいね。ポポポポーン。ゲイ。ゲイ。さあ、ラスト2戦。頑張っていきましょう。まあ、ブレイクスルーは怪我率 0% になるんでね、次の練習で発動しようという魂胆だと思います。まあ、筋力ポイントと変化ポイント、西谷からもらっていきましょう。あー、目が痛い。あ、痛い痛い痛い。うわー、指3買わないと。さあ頑張ろう、黒金商業高校。友澤がかっ飛ばす。皆さんは海道投手デッキどんなデッキやられてますかね。あんまりね、自分でも分かってないところがあるんで、いろんなデッキを試したいですね。で、精神不足をいかにどうしていくか、これがね、絶対鬼門なんですよ。カオル持ってる人はカオルなのかな、やっぱり。さあ、オートで失点がありますが、なかなか入らない、入らない中、失投2打。もったいないですね。さあ、ゲットスポーツ、抑えられるのか。怖い。うわい、振り逃げをアウトにしていく。さすがトシ君の肩。さあ、ここから中押し点、ダメ押し点を取って。さあ、前村に変わりましたね。ジャイロボール。シュート。で、カーブからの。ジャイロボール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 。さあ、もう終わりでいいんだが、友澤が終わらせていく。マジで目がやばい、本当に。もう涙出てきた。実況しながら泣いてます。あ、やばいわ、これ。うわぁ、きつい。画面が見れない。勝ちましたね、なんとか。で、これ迷わずブレイクスルー。からの、超絶微妙なアタックが起こっていく。二人ともモブというか、モブは、一人は眉村だけど。これね、もはやね、精神ポイント多く取れるところでいいんですよ。で、球速コントロールかって迷ってるんですけど、スタミナ練習にゴロがいることによって、そこをもの迷ってますね。ワンチャン、伸び骨ってのもあるんでね。結局ここまで天城がくれなかったんで。うん。根性かみったんだけどね、ここでは。かみったたんだけど、もはやね、ど根性はね、もう取れないと睨んでたんで、
それなら伸びくれよという感じでしたね。ここからコントロール101にしてど根性とジャストフィットを取るというね、この地獄。まあしょうがないですね。ワールド高校はノーカットでお送りします。一騎ユーソンジュニア、まあここは安全に。で、大戸に失点ですよね。もう、ガンナエポヨ。ナエポヨ。追い込んでから、強気のストレートだ。はい。追加点のピンチです。ツーアウトランナー二塁という場面でボール。今日はレフトフライと三振。第2球ジャイル、はい、待ってストライク。第3球を、はい、と158キロ直球。いやー、俺自身は失点してないのにね、厳しい場面が続いていく。さあここで薬師寺のファインプレー、惜しい。いやー、これは救われた。マジで紙一重だったら、これダブルプレーだったら、もうこれだけ見せていい動画だったんだけどな。今日2三振のジャネンドだ。第9ジャイルフープはストライク。投げました。さあ薬師寺が活躍してあと1人になっていく。第9ジャイルフープ見送ってストライク。第2球スライダーはストライク。これで追い込みました。頑張れ。第3球を高め、外れてボール。カウント1ボール2ストライク。このスライダーは打てまい。よし。さあここからね、激闘が繰り広げられるんですよ。追いついて、追い越され、追いついて、追いついて、さよなら。神展開の試合でした。ただポイントはめっちゃマイナスっていうね。もうこれがなければね、これがなければというのがこの後わかります。いやー、どうでしたでしょうか、波乱万丈のサクセス。ここでなんかエピログっぽい、エピログみたいなの欲しかったですよね。はい、約1万1000ですね。試合カットをなんかフルでもらえてたら、1万1000を軽く超えてたんですけどね。早速振っていきたいと思います。まあちょっとここ長くなるんで一旦カットしましょうか。はい。はい。というわけで、こんな感じになりました。まあ、金徳1個取れなかった。ど根性が結局取れなかった。というのが、辛かったです。圧倒的精神ポイント不足でしたね。だから試合に最後勝ってて、もうフルでもらってても精神ポイント足りなかったので、まあね、サクセス中から精神ポイントにもっと気を使うべきでした。結果はこんな感じでした。中継ぎ SS1 の斜め盛りでしたね。はい。金徳1個ない。しかも伸びもないんで、まだまだ全然伸びると思います。皆さんも街道投手、ぜひやってみてください。キーマンは、今回のキーマンは天城でした。というわけで、失礼したいと思います。ぜひチャンネル登録、高評価のほどお願いします。街道強化楽しんでいきましょう。See you!